どうも皆さんこんこにちははです、はい先ほどですね公式さんから発表されたアップデート内容をですね今日のアップデート内容を皆さんに発表していきたいと思います今回はシールドパート1攻撃と防衛ということでちょっとこれね、まあ、複雑なので、まあ、私がちょっと喋っていきたいと思うんですけれどもパート1ということで明日パート2が出るのかなわからないですけれども、まあ、いずれパート2出ることでしょうはい今回のアップデートではなんとターンホールを破壊しただけでは防衛側にシールドが発生しなくなります これどういうことかというとですね、タウンホール外出しでシールドもらえないんで、タウンホールを中に移動しようってことですよ、要は。タウンホールを外にしてしまった場合、あなたがですね、チャンピオンリーグにいた場合、多分本当にもう一瞬でゴールドとかに下がってしまいますよ、おそらく。いや、これすごいアップデートですよ。そして、シールド中に攻撃を行ってもなんと、シールドは壊れませんが、 持続時間が少少ししずつ減少します、まあこれですねまあ、どういうことかというと、えー、攻撃を受けたことによってですねまあ、シールドありますよねシールドそのシールドを維持したまま2度3度と攻撃をすることができるとそしてですねなんとシールドが。 獲得すすする条件も変更になりますはいこちらのですね、まあ、テロップ通りにですね、まあ、見てもらえば分かると思うんですけれども30%以上の破壊を受けた防衛側プレイヤーにはですね12時間以前ですと40%ですけれどもこちら30%なんですねそして60%以上は14時間90%以上は16時間のシールドが付与されますとただし攻撃側が全戦力の50%未満しか投入していない場合防衛側にシールドは付与されません これどういうことかというとですね。なんつうんですか？えっ、ー、とバーババ,バ,バーバリアン240体で攻めた場合、150体ぐらいで攻撃されて30%いったらですね。まあ、12時間つくんですけれども、240体中の90体のバーバリアンで30%以上取られてもシールドが付与されません。というですね。仕様に大きく変更になります。いや、これね。すごい変更ですよ。そしてシールド中に。 マルチプレイの攻撃とかねリベンジ攻撃をするとですね残り時間のシールドが3時間減少するんですよ、まあ、要は今までは12時間あったシールドを1回攻撃したらそれ全部消えますけれども1回攻撃したら12時間が9時間にどんどん減っていくっていう感じになりますいやこれねすごいですよそしてですね、まあ、今後2週間にわたりアップデートプレビューが始まると公、えー、式さんからのツイートがありましたのでもうアップデートプレビューがこう公式でこうね スパッて出た瞬間に私も皆さんに動画、えー、情報をですね共有していきたいと思いますので今後2週間ぜひとも情報を漏らさず私の動画チェックお願いいたしますということでご視聴おろしょ